パリオさんポスプレーす、はい、今回はね、まあ、やっとって感じなんですけどね、まあ、正式に拠点を捨てていこうかと。もうやっとこのね、小屋みたいな展開をさらばですよ。もうこの窮屈なね、もうね、テストがさらなくなってね、もうあそことか、あと、まあ、どこか動画に出てないと思うけど、こことかさ、あと、ここもか、ここね、ここ。いや、もうね、全然もう窮屈すぎるからね。やっぱりね、拠点っていうものは、なんていうの、もっとおしゃれにならないと、うん。というわけでね、もう本当に拠点を作っていること。あ、今回使う次第なんですけど、まあ、暇だったんでね。毎回ね、まあ、6足でないと、なかなか進められないので、まあ、木をね、とにかく切って切りまくって集めたんですけど、まあ、多分こんな使うことはないと思うんですけど、まあ、ダークオークとオークを、まあ、基調として、固定でいこうと思います。私は建物をね、建てる範囲をね、ダークオークの木材で囲っていこうと思います。とりあえず、まあ、壊れとか壊れましたね。ちょっと仮拠点とかあるので、まあ、できてないんですけど、完全には。まあね、この空いてるところはまあ庭みたいな感じでね、木植えたり、あとペットを、まあ狼とか、猫とか連れてくると思うので、そのうち。まあこの辺に入れたりですね、と考えてますけど。とりあえずこう建物をね、どうするか。まあね、何も決まってないんだよね。結局ダークオーク建てるっていうのは決めたけど、結局、どういうデザインにするかね、決まってないから。まあとりあえずね、まあ壁とかをね、まあ、この壁は高く積み上げていきましょう。あ、柱は多く、まあ、柱は多分多くの原木にするので、端を削ってね。はい、まあ、ちょっとまあ、邪魔でちょっと積み上げられないところ以外は、とりあえず壁をね、5メートルまで積み上げたので、まあ、この後はそうですね、まあ、柱を連れていきますか。だから多くの原木でいいですかね。はい、まあ、柱も付け終わりましたね。まあ、次はそうですね、まあ、入り口の部分、を作っていきますか。はい、まあ、とりあえず削れるところは削ったので、以下の分、多くの木材を敷き詰めていきましょうかね。はい、まあ、床をね、ちゃんと全部オープンにしたのでね。あ、で、ここから何をしましょうか。まあね、とりあえず、決まってることをやってたけどね。とりあえずね、まあ、天井も4メートルで行こうと思うので、まあ、タイムズつけて、まあ、上に多くの木材を張っていきましょうか。まあまあこういう風にドアもつけて、まあこの上の方も柱をつけて、そんで、まあ屋根を張ったので、あれ次はですね、あれですね、なんていうのかな、こういう風に、完全に斜め屋根じゃないんだけど、ちょっとここら辺が斜めになって、そんで、普通に2階部分があって、ここに屋根みたいな、そういう感じでいこうと思ってるんですよ。あれ屋根は石川風ばっかり作ると思ってるんですよ。あ、滑らかな方でね。というわけでね、まあ、じゃあこの2階部分の方を作る方の、まあ、壁部分を作っていこうと思います。今ね、こういう風に、まあ、2階部分の壁を作って、まあ、柱もこれで立てたのでね。あれ、ちょっとこの線路が邪魔すぎるので、まあ、まだ1時間ぐらいなので、多分まあ、終わるからもう。まあ、もう一気にやってみましょう。というわけで、線路をまあ、移設します。はい、レールをね、こういう感じで。まあ、移設しまして、まあ、ここの部分も埋めたので、そんじゃあね、こっち側の屋根を作っていきますとね、それで右側の屋根を、まあ、作り終わりましたね。まあ、本当はね、この屋根をね、なんか壁に突っ込んでみたいな感じしようと思ったんだけど、まあね、ちょっと、中途半端な感じになりそうなんで、まあ、やっておきます。じゃあ、まあ、こっち側をね、作っていきましょう。はい、こういう感じでね、まあ、こっち側の屋根も、はい、つけたのでね、はい。で、まあね、あとはね、まあ、窓とかつけたり、まあ、適当にね、まあ、フェンスとか使って装飾をしていく感じなので、まあ、内装はまあ、めんどくさいで、まあ、また今度ね。うん。まあ、あとこの周りも庭みたいなのを作ろうと思うんですけど、まあ、その辺も、まあ、視力タッチとか、いろいろ、で、まあ、今回できないので、とりあえずまあ、窓とか装飾とかつけて、あとは完成ですね。はい、完成しましたね。とりあえず。まあ、チェストをね、まあ、家とか言うとちょっとここに持ってきて、まあ、釜をとかもね。まあ、そんでね、窓つけて。まあ、ちょっと、この辺、まあ、内装で絶対いいんで、からですけど、スノーゴールめんどくさいんでね、このまま。外のね、装飾は、まあ、こんな感じでね、丸石を使って、まあ、丸石というハーフブロックを使ってね、まあ、こういう感じで。
まあ、木と石のね、いい感じの調和がね、今できてるんじゃないかと。で、こんな感じですね。はい、というわけで、今回はごめん。それでは、また、この